ハロー YouTube。 はい、ダチュアナです。本日はね、久しぶりの、2週間ぶりぐらいのね、動画ということで、もうネタがね、ないんですよ。ネタがないので、久しぶりにね、最近ね、洋服を古着屋で、買いましたので、その紹介をね、したいと思います。いやー、ちょっとね、本当にネタがないね。久しぶりに動画撮るから、緊張してるんですよ。よくあるじゃないですか。昔、仲良かったけど、なんか久しぶりに会う時に緊張する友達とか、わかりますこれ。昔、あれだけなんかさ、高校時代とか、ね、大学時代とかなんか、仲良かったのに、なんか社会人になって、なんか会うと、なんかちょっと気まずいっていうのが、みたいなね。いや、そんなの別にどうでもいいんで、紹介します。はい、紹介するのがね、こちらですね。はい、スウェットをね、買いました。一つだけですね。まあ、今回一つだけ。うん。このね、良くないですか？この紫色の。なんか、なかなか見ないよね。このさ、ラッセルアスレチックっていう。まあ、古着好きはね、結構知ってる、まあ、メーカーっていうか、アメリカとかのさ、ね、スウェットとかいろいろ作ってるブランドの。うん。だから結構、メイドインUSAで、肉厚でさ、本当にね、かっこいいんですよ。ちょっとね、着てみますね。うん。結構良くないですか？うん。結構良くない？うん。結構ね、丈とかもね、すごいね、いいんですよ。ね、どう見えるかな？あは。うん。ね、なんかちょっとさ、ブカッとした感じで、うん、でなんかこのね白がねアクセントなんですよね。白がねねやっぱほらキッズの子たちとかもうこれからさ入学式始まるじゃないですか。入学式ねビビってると思うんですけど、やっぱおしゃれっていうのは大事なんですよ。パッて見てさ あいつおしゃれだなとかちょっと話しかけてみたいなとか、やっぱそういうのって人間ってね大体なんか2秒3秒でさ決まるっていうじゃないですか。ね、10秒だっけ忘れたけど、まあなんでやっぱねおしゃれに行こうよやっぱ、うん、して良くない結構この色味僕結構ね好きなんですよね。やっぱ黒とかさ、なんかグレーのセットはね僕何個か持ってるんですけど、このね色はね、いやーいいね、やっぱいいね。ということで終わりなんですよ。あまあ終わりだわ。そうだ、じゃあ最後にその入学式がねもう近いと思うんで、まあその教訓ですね、僕からの、まあ、意見です。はい、これキッズの皆さんとかあとほら主婦の皆さんとかも見てるらしいんで、お子さんがさ入学式、小学校中学校高校の入学式で、ね、参加される方とか本当にね頑張ってください、普通に。はい。特に、言うこと、なかったっすね。はい。頑張って、高校、入学、大学、中学校、うん。ま、去年ぐらいにね、僕、ね、動画上げてたと思うんですけど、新生活の過ごし方みたいな。うん、僕がね、人にアドバイスできるほどの、なんだろ、コミュニケーション能力がないんで、本当になんだろ、人見知りって言ったら何、まあ僕人見知りって言葉好きじゃないんですよ。だってみんな人見知りじゃないですか、ぶっちゃけ。ね、だってみんな、ね、まあたまにね、ごくなんか100人に1人ぐらいさ、なんか慣れ慣れしいね、いきなりやつ言うけど、基本みんなやっぱ緊張しながらさ、お互いのことね、探り探りさ、話していくと思うんで、人見知りって言葉は好きじゃないんですけど、まあ、社会人のね、皆さんとか、あと、移動でさ、ね、転勤とかで移動される方とか、ありのままのね、やっぱ自分をね、見せるんですよ。やっぱり、それがね、人生、うん。憧れるのやめましょう。うん。大谷翔平、憧れるのやめましょう。みたいなね。うるせえや、マジで。はい。ということで、ね、またちょっと暇な時にね、動画を出したいと思うので、コメント欄とかに、何でも、ほんとコメントしていいんで、アンチコメントとか、もう悪口とか、もう全然 OK なんで、もう、なんか、もう気軽にね、コメントしてください。うん。ということで、はい。ビンバンバ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 ビ